海神様に嫁入りした娘はやがて子をなし、その子孫たちは栄えていった。娘はどんどん塞ぐようになっていったという。なぜなら娘は地上に思いを寄せた愛しい男を残しておったから。その男のことが気がかりで、娘はいつまでたっても地上を忘れることができなかった。万策尽きた海神様は最後には娘を地上に返した。引き換えにあるものを奪って。あるもの、思ったの。もしかしたらそれがエナなのかもって。でもさ、つくづく勝手だよな、海神の野郎は。人間作って言うこと聞かないとエナを奪ったり、逆に与えてみたり。何百年何千年生きてもそうそう変わらないのかもね。きっとそんなの関係ねえんだ。立場とか歳とか、そんなんよく気持ちだろ、きっと。気持ち、マナカが目覚ますの楽しみだぜ。エナも絶対何とかする。そんでつむぐたちにも協力して、地上のことだってやっぱ諦めねえ。あ、そっか。やっぱり私好きなんだ、光のこと。5年間ずっと止まっていた私たちの時間がとうとう動き出すと、その時はそう思っていました。けれどそれから1週間経っても、マナカは全く目覚める気配を見せなかったのです。